みんなの最近あったことを紹介していきます。ピンクさん、最近あったこと、よそ見して木にドカーンとぶつかった。え、めちゃくちゃ痛そう。怪我しなかったのかな。渡辺だよさん、最近あったこと、おもちゃを買ってくれと。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。おもちゃを買ってくれと。おもちゃ買ってもらえたのかな。何のおもちゃなんだろう、俺も買ってほしいんだけど。パッドアイさん、最近あったこと、担任の先生が卒業しちゃうから大泣きしてた。すごい、王様のように泣いたってことだね。すげえかっこいい泣き方。いい先生と別れるのは辛いよね。次、イカさんの最近あったことは、一緒に遊ぼうで自分が変わった。すげえ。でもどう変わったのかめっちゃ気になるね。ハンペルさん、最近あったこと、暑い時氷食べようとしたら氷くっついて取れなくなった。取るの痛かった。これね、あるよね。口の中にくっつくっていうね、ちょっとね、あれ怖いよね。篠原ジュセリンさん、最近あったこと、詐欺られたから通報した。大丈夫？ということで、最近あったことはコメント欄で募集します。え、ちょっと待って待って待って、何これ。え、このバグやばくない？うわ、ちょっとせっかく俺可愛くしたのにさ、え、こんなペラペラになってんの、これ、何、なんで、え、乗り物ペラペラになってるよこれ。バグ？チーター？何なの？わけわかんないんですけど。うわ、なんじゃこりゃー。これ何なの、なんでこんなことなってんのこれ。エイプリルフールだから。え、あ、そういうこと。今日4月1日だからエイプリルフールで、嘘ついてもいい日ってやつでしょ。そういうことなんだ。なるほど。いやー、でもこれなんかやりづらいね。これちょっとやりづらいね。これわざとなのか。これ乗り物乗ってみようか。オープンカー乗ってみよう。これね。おお、すごいよこれ。え、これめっちゃ長い。すごいこれ。ほら、2人で乗ってるけど。やばいねこれ。ペラペラじゃん。え、てかなんかみんなお腹空きすぎなんだけど。いや、マジでお腹空きすぎなんだけど、みんな。これ多分今日だけなので、皆さん4月1日をね、これちょっと一緒に遊ぼう、ぜひやってみてください。以上、ゲーム仮面でした。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてコメントで最近あったことを募集中です。